4両角のステレオ空中写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成4両角は、函館戦争の際に、エゾ共和国が1869年に、現在の北海道函館市神川町に築城した、古類。新大場、神山大場、新五両角などとも呼ばれる、国の史跡。 四両角の名称は四つの突起を持つことに由来する。幅2.7メートル、深さ0.9メートルの空堀に囲まれ、土塁の規模は東山約100メートル、南北約70メートル、幅5.4メートル、高さ3メートルである。土塁の四隅には宝座が配置されている。南西側に角口があり、その後方に幅0.9メートルほどの通路が設けられている。 閣内には建物は建設されなかったと考えられている。面積は約2万1500平方メートルを有する。五稜閣を援護する市場として、また東照宮を守護するために、北東約3キロメートル離れた丘陵上に洋式追記法により築かれた。建設を指揮したのは大鳥圭介あるいはブルネ大尉と言われている。建設には旧幕府兵卒200人及び、 近隣住民100人が徴用され、昼夜健康の特幹工事で作り上げたと言われる。しかし、保留としては脆弱であり、立てこもるには手狭で井戸等の設備も存在しなかった。星型要塞であるものの、実際には、野戦追記に近いものである。四両角以外に当時作られた要塞としては、川、旧台場や峠下台場などがある。峠下台場は、 漫画の吹き出しのような七両形である。1934年、国の史跡に指定された。当時は、周囲が工作地になるなどして土類が一部崩されていたが、1973年に元の形に修復された。5月には、付近一帯は、スズランの花畑となる。2002年5月26日の NHK、新、クイズ日本人の質問において、 五両角を見る上で重要なものとして、四両角が紹介された。ABC4、両角マイナス国指定文化財等データベース、土類に囲まれた内マス型古王になっている。ハッカン2017、ピアニッシモ、112から118。ありがとうございます。